大岡川は、徳島県徳島市の川で、吉野川水系に属する人川の支流である。別名狂言、寺川。あるいは、中流にある水門より上流を、狂言寺川、下流を、大岡川と呼ぶ。徳島市中心街の北方、吉野川と、南へ分流した新町川から、さらに分流した序人川との間の狂言寺付近に水源がある。 投身した後、津の字を描くように向きを変える。南東へ流れる、序人川に、東から合流する。この寺が、狂言寺川の名の由来である。なお、大岡は序人、本町の内狂言寺川より、北の古い地名だが、現在もっぱら、大岡川と呼ばれる下流とは、近くない。全域が、徳島市で通過する地区と、町はである。源流は、 かジ人町二丁目、春日神社前の道路の向かいにある。道の側溝を兼ねた暗渠が南から繋がっているが、小地図にはこの流れはなく、本来の狂言寺川の一部ではないと思われる。源流からは左岸に狂言寺を望んで通信する。この付近は川幅の狭い三面コンクリート川である。ジョニン小橋を越えた後北東に向きを変え、 狂言寺川橋からは川幅を増しかや原を流れる。南東、東と向きを変え、右岸に徳島大学総合運動場、左岸に大岡川排水機場を望む水門に達する。水門から上流が狂言寺川、下流が大岡川とされる。狂言寺川が大岡川へ合流すると表現されることもあるが、狂言寺川とは別の大岡川の上流は存在せず。 水門ができる前の古地図では一本の流れである。水門のすぐ先で直角に曲がる南へ流れ、石垣に囲まれた幅広い川となる。大岡川橋より下流の左岸には遊歩道があり、新名橋より下流は板敷きの松並木道になっている。序人川に合流する合流天宇岸には徳島大学常三島キャンパスがある。寺川部分は伊北地区を流れているが、 大岡川部分は、右岸の伊東地区と左岸の伊東地区との境をなす。数本の支流があり、ジョニン小橋のすぐ下流で南西から右岸へ、行きた橋の下で北から左岸へ、小川が合流する。高度成長期以来、周辺の家庭からの生活排水が増え水質が悪化したが、水門より下流では、平成になってから、下水道の整備により改善されている。 水門の上流は COD が20から 35ppm、投資度が14から3 1トルと非常に悪いが、下流は COD が午後2時、投資度が5 0トル以上と良好である。吉野川と序人川の間に防衛のために掘られた人工の川である。江戸初期には船入り掘り川が南常三島町付近で南東より右岸に合流していた。 船入り堀川と狂言寺川本流に囲まれた地域は、あたけ、あたけ島と呼ばれ、淡路水軍を司さどったあたか市の屋敷や基地があった。しかしこれらは、官営年間に南東のあたけに移された。明治半ば頃までは、今より川幅がずっと広く、ニン小橋のあたりまで川船が遡上できた。昭和初期までは、現在の徳島市北部排水靴根三島ポンプ場で、 西から右岸に合流する支流があった。上流から。狂言寺川橋より上流には他にも多くの小さな橋がある。上流から。ありがとうございます。